かくれんぼだよ。みんなちっちゃくしてもらったんだ。じゃあね、隠れるね。どうしよう、どこにしよう。わー、いっぱい、もうおいしそう、いっぱいある。でも僕はやっぱり押し入れがいいな。よし、じゃあね、内緒だよ。あー、私どこに隠れようかしら。どうしようかしら。私はやっぱり押し入れがいいわね。ここにしましょう。内緒ね。にゃんにゃんにゃー、わるにゃんにゃー。どこに隠れようかな。わー、なんだ、鬼のドラえもんが寝てるぞ。おかしいなー。まあいいや、どこに隠れようかにゃー。あ、いいとこ発見。この机の下がいいにゃー。やり、入んないにゃん。なんでにゃん。こっちからなら入るにゃん。入れない。困ったにゃん。もうこの布団しかないにゃん。入っちゃうにゃん。僕はどうしようかな。いいところ発見しちゃったよ。この木の中に隠れちゃえ。この辺でどうだ。どうしよう、僕どうしよう、どうしようかな、ここ入れるかな、あれ入れない。困った。あ、お布団にしよう。ああ、悪いにゃいるけど。ほらですね、私どうしましょうかね。ここがいいですね。ここに隠れちゃいましょう。よいしょ。様はどうしようかな。いいところあるぞ。こんな感じしようっと。もういいんかい。もういいよ。ふぅ。あはは、みんな引っかかったかな。これは僕の人形なんだよね。どこに隠れたかな、みんな。なんかお布団が膨らんでるね。じゃじゃーん、はははトーマス、ワルニャー、見つけた。あー、見つかっちゃった。やっぱり押し入れかな、みんな。来ちゃうよ。あははアンパンマン、見つけたよ。あれれれれれ、出れないよ。あー、いてててあー、残念。こっちの押し入れもやっぱり怪しいよね、みんな。開けちゃうよ。あれ？いない。でもなんか見えてるね。こっちかな？あー、ドキンちゃん見つけた。もう見つかっちゃった。みんなどこかな？美味しそうなお寿司。あ、この下がちょっと怪しいよね。じゃーん、ほらですね、見つかっちゃいましたね。ほら、まあ、見つけた。あれ、みんなマリオがいないよね。あ、なんかここから赤い星が見えてるよ。あー、マリオー、見つけたー。あー、見つかっちゃったー。これで全員かなー。よし、じゃあ僕はここへね、お寿司でも食べようと。いててて、いててて。なんか声がするけど。まあいいや。あれ、これ開かないな。よいしょ。あれ？あかーん。お茶もあるしね。ちょっとお腹空いたからお寿司でも食べるよ。